きました。 HDMI、 あ、それだけでしたか、これは。はい、あ、すいません、はい、あ、すいません、ありがとうございます。あ、マジですか、ありがとうございます。すいません、突然。はい、ありがとうございます。すいません、助かりました。お願いします。
Oh!
Let's go!
廃炉、原発廃炉、原発廃炉、原発廃炉。Thank you.
って Facebook の仲間からですね、ユーストリームにガンガン流れてて、
この広島での戦いがね、全国に知らされているというふうに言ってます。全国の仲間が、まあ、何人かやってきてたんですけど、そのうちの一人の人がですね、本部席に来てですね、こんなすごいエネルギーにあふれた瞬間があるかって知らなかったと。で、労働運動なんてもうダメだって思ってるのに、全然違うんじゃないかというふうに言ってるんですよ。だからつまり私が言いたいのは、今日の戦いの成果をですね、本当に全国に広めて、来年、もっと盛大な戦いをやり抜いて、本当に私は勝利していこうと言ってます。で、私は今日の戦いを、まあ、いくつか印象に残る戦いをしてあげたいと思うんですけども、まず記録を通じて、何よりも今日の朝はですね、黙祷を行ってですね、我々は去年まで黙祷というのをやってなかったんです、実は。しかし今年はですね、本当に、この平和公園の土の中に眠る死者の人に対して、死者に対して、胸の内に殺された死者に対してですね、はっきりと我々は復讐をしていくんだということを今日誓ったんですよ。何の復讐か、この無謀な太平洋戦争をね、止めることもできないままに、広島に原爆、そして長崎に原爆を強制した、あの天皇をですね、許してきた、国体を守るためにということで、天皇がですね、戦争を終えるのを、伸ばしてですね、広島に原爆を落ちさせたわけですよ。そういうね、日本のテレビ資源社が戦後生き残って、今、原発を開発してですね、ついにまた福島でも爆発させたわけですね。そういうものたちに対して、私たちは今日、復讐を誓ったんです。そして何よりも、野田がこの広島にやってきて、あの遺伝子にですね、我々は私に繰り返しませんというふうに誓ったのに、彼は一体何をやってるんですか。大井の原発を再稼働して、そして次は岩田だというふうに言ってるじゃないですか。とんでもないことですよ。国民生活を守るためにね、これをやるんだと。国民生活を守るためにオスプレイを配備するんだ。国民生活を守るためにね、消費税を上がるんだと。国民生活を守るために戦争をやるんだというふうに彼は言ってるわけですよ。こういうやつの絶対に私たちは打倒していこうということを今日の黙祷で誓ったんですね。本当にやっぱり今日私たちは素晴らしい戦いをやった国に思います。で、2番目に非常に印象的だったのは、我々が40年近く前に作った、私もあの被爆2世なんですけども、東洋病院の、被爆者の人が登場しましたね。で、本当にやっぱり今まで沈黙をしてたんだけど、参議院議事をしたあの福島に起こっていることをね、見たら黙っておれないということで発言があったんですよ。で、自分たちが戦後なめた企画プロですよね。彼女自身も、被爆者を取るのに24年被爆っていうふうに言ってたじゃないですか。そういう被爆者を襲うですね、通天法が今から福島を襲う、こういうものをね、私たち被爆者は黙っておりないんだというふうに彼女は提起したわけです。で、実は被団協もですね、去年ようやく反原発ということを挙げました。これまで日本共産党が主導する被団協はですね、原発の平和利用、核の平和利用というのは許せるんだと、核の平和利用というのはね、文明の進歩なんだ、科学の進歩なんだと、幸福をもたらすんだということで、これに賛成してるわけですよ。こういうものが今根底的に崩れて、本当に被爆者がですね、社会の反戦運動の先頭に立とうとしているということだというふうに思います。で、実際に今彼らは原発の歴史政治を作るときに、日本の安全保障のために原発がいるんだというふうに、ついに本音を吐いたじゃないですか。日本の安全保障のために原発がいるということは、つまり日本が核武装をするということですよ。アメリカが核の傘に押し付けられるんじゃなくて、日本自身が核武装してですね、これから激しくなる総合戦の中で、日本が核を持ってアジアにあるいは世界に出ていくということを彼らは宣言してるんですよ。これまでの戦後に関して彼らはね、核を持つことは防衛のためには許されるというふうに聞いたんですけども、そういうものを投げ捨てて核武装をすることを言い出したときに、やはり被爆者がついに決起したということですね。私たちはここに本当にそういう展望を見るということができるというふうに思います。で、昨日もう一つはですね、アセンの大会で道路人とか、あるいは市ヶ谷の、労働組合の人たちが発言していたんですけども、自分たちに同じ労働者の仲間をですね、被爆させたくない、そういう被爆を許すようなことではいけないんだと、それに戦えるような、労働組合を自分たちの手に取り戻していこうというふうに言いました。今日このように、平日にかかわらず全国から多数の労働者が集まるということは、もちろん学生の人も集まっているわけですけども、そういうことはですね、つまり我々が本当にやっぱり自分の職場で労働運動を保険させるんだと、自分の職場に労
全動員から本当に労働運動の主導権を取り戻して戦う労働組合、本当にやっぱり自分たちの未来を幸せを切り開いていく労働組合を本当に作ることが、実は私たちの原発をですね、廃絶していくにちなんです。実際に今原発労働者に起こったことは何ですか。バッチをごまかしたり、あるいはバッチをつけさせないとか、むちゃくちゃなことをやってるんじゃないですか。路線のため、あるいはそういう原発労働のそのものがですね、大きな対象になって徹底的な搾取が行われているわけですよ。こういうことでは、こういうことを許してては本当に我々は廃炉を勝ち取ることはできません。労働組合を再生させて、電力労働者、それは本校だけではなくて末端の下請けの労働者全てを含む労働者をですね、我々が組織しぬいて、本当にやっぱり現在の課題である原発の核の廃止ということをね、我々自身の手でやる一方ではありませんか。そのために我々は本当にもっと力を持たなきゃいけないんです。で、今、昨日から国会前の戦いが言われています。これを100万円にするんだというふうに言われています。本当にやっぱり我々が合計機で100万円にしようではありませんか。そして我々は今、首都圏連合の人たちがそれを主導しているわけですけれども、同じような戦いが去年、イスラエルの、ありましたね。60万という労働者が社会正義を求めて立ち上がったんですけど、結局ねじ曲げられてしまったということがありました。私たちはそういうことは絶対ないようにして、我々自身が100万の労働運動、労働者の認識をですね、国会前に引き連れて戦って本当にやっぱりボタンを倒していくんだということを発表させたいと思います。最後になりますけれども、ドイツからはるばるワレーベと仲間がやってきました。2022年に、までに、原発になっていくという、いわゆる逆のね、そういう宣言を、全くベタラメの宣言だった。そんなの負けないと、すでに我々には放射線のレベルが非常に高くなっているそうなんですけども、本当に自分たちの手で原発を一刻も早くなくしていこうと、全く我々と同じような考え方がですね、国境を越えて海を越えて同じような思想で戦われています。私たちは本当にこういう、世界最強というふうに言われている実力闘争の、核使用廃棄物が運ばれるですね、万万もの民衆が集まって、道路を封鎖して戦って、そういうね、激烈な戦いをやっている我々の実態を今日迎えたということ自身も本当にやっぱり象徴的だと思うんですね。我々の戦いは、やがてはそのような戦いですね、爆発をするだろうという、そのことを通して本当に原子核戦争をなくしていく、あるいは核兵器をなくしていく、本当に我々が言ったように、実際に対して我々の目を向けていくと、やるべきことがありませんか。最後にですね、よし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 、お互いよし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 よ我々と福島の復興と絶対に我々は勝てるんだということを確信するべきだし、福島の先生の国会もですね、逆に我々自身を先ほどの公営商品の山下が話すように言い続けて大きな戦いに今進んでいます。本当にやっぱり勝利という声ではありませんか。ではよし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 ということで、よーし、最後に呼びかけ人、道路の事業委員長の大江戸さんより団結ランドをやっておっていきます。よし、中での、ちょっと長い夏ではなかったけども、団結の中では政治家と
様です。今お疲れ様です。あのよかったらドイツの話少し聞かせてもらえないですかね。難しい。彼は We have to go。 あ、もう行かれました。 We have to go。 あ、そうですか。 お疲れ様です。いえ、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。すいません、最後にあのドイツから見えた方々にインタビューしたかったんですけど、ちょっと通訳の方がもういらっしゃらなくてお話が聞けませんでした。ちょっと集会中に資料がちゃんと伝えれなかったんですけど、あのゴアレーベン核廃棄物処理建設反対同盟という、ドイツはもうあの今原発が撤廃されてもうそういう問題は終わったかのような印象はすごく持ってらっしゃる方も多いと思うんですが、あの今も廃棄物処理があのゴアレーベンですね、地図でいうと、まあ、ベルリンからも そこまで遠くもないところなんですけど、で処理施設が建設されてるんですね。でそこでずっと、抗議活動もこの写真のような本当に森の中で座り込みですねがもう毎年ずっと続いて今も続いているっていう、本当にその抗議行動っていうのは過酷なもので、その輸送列車を止めるために126時間座り込んだり、おととしですね、2010年には92時間だったのが、それ、まあ、結局突破されちゃうわけなんですけど、それを抗議行動されてるんですね、ずっともう毎年毎年。でそういう問題が今も5日間ですね、本当に線路に座り込んだりして、高濃度核廃棄物輸送列車100回に及んで、線路上に立ち往生させるとか、そういうダンプカートラクターが農民の方が400台合流して一緒にその3000人近い機動隊に対してテントを張って、機動隊が数日間テントを張って待機していて、その座り込みで戦いに入っていくっていう、騎馬警官まで動員して襲いかかり、放水車、スプレーガスの直撃、警棒での乱打など凶暴な弾圧がかけられた。これに対して農民の方たちがコンクリートの建造物を作ってその中に立てこもり15時間抵抗を戦い抜いたとか、そういう数百人の座り込みだとか、もう断続的に、あらゆる場所で126時間戦い抜かれたというお話で、フランスからの輸送は今回で一応終了、今年の1月ですね終わったんですけど、2014年にはまたイギリスのセラフィールドからの輸送があると、2020年までは存在し続ける、廃棄物を生産し続けるこの問題が今もあって、まあ、ドイツも決して脱原発現時点ではまだしてないんですよね。そういう廃棄物の問題はこの
コアレーベンでは起こってるっていう、これ結構あまりこっちのニュースでは見かけないですよね。でその代表の方がいらっしゃっていて、先ほども先頭で旗を持ったりされてたんですけど、そういったお話を最後に中継を終わらせてまたもらいます。ありがとうございました。失礼します。